はい、何でしょう。ここからは、うん、ユナイテッドの場外ブースなんですけれども、はいはい、投稿用に写真を撮ってもらいたいです。僕が、はい、ツイッターにアップをしたいので、はい、写真と、うん、できたらコメントを撮ってもらって。どんな写真がいいですか。やっぱりにぎやかだなみたいな感じ。鹿児島ユナイテッド FC のホームゲームってこんなことがあるんだっていうのをみんなにこう伝えたい。じゃあ、わかりました。結構責任重大ですけど、はい、半分ぐらい、俺半分ぐらい映っとくかな。半分、あ、いいですね、いいですね。いいですね。ちょっと、こういうにぎわいを撮ろう。こういうにぎわいを、もうちょっと。このにぎわいと俺、にぎわいと俺。ちょっと待ってよ。いつやろ。ジャンケンマンです。ジャンケンマン、ジャンケンマン、ジャンケンマンと言いますと、はい、ああ確かに、ジャンケンマンは、ね、何こうジャンケンするの？そうです。めちゃめちゃ強い。めちゃめちゃ強い。やりましょう。最初はグー、ジャンケンマン。最初はグー、ジャンケンマンね。わ、はい、かりました。それじゃあ行きます。行きます。はい。最初はグー、ジャンケンマン。いやあれ弱いじゃん。全然弱いじゃん。せーの、よいしょ。ありがとう。ありがとうございます。ハーレの体験できるんですって。めっちゃかっこええ。めっちゃかっこええやん。はい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 。これ、長めに押します。長めにですか。おお。すげえ。はい。はい。じゃあ、ゆっくり下ってはる。正直僕これなかったら死ぬまであんな大きなバイクにまたがること多分なかったと思いますよ。僕がまたがってる映像を家に送ってください。これは焼酎ですか？これ焼酎です。薩摩島美人。薩摩島美人、これはおいくらなんですか？これは振る舞い酒ですので無料です。振る舞い酒です。今日なんかめでたいことありました？勝利を願って、はい、どうぞ。ほんなら頑張って島美人を宣伝してください。わかりました。はい。なんで？いや社長でございます。はい、失礼しました、はい、社長。島美人どうぞよろしくお願いします。はい、だってこれユニフォームにも入ってる、はい、薩摩島美人。はい、はい、そうです。行きましょう。はい、行きましょう行きましょう。はい、さあそれでは、薩摩島美人マジでいかがですか？振る舞い酒なんで、ありがとうございます。いかがですか？どうぞどうぞ。どうぞ。はい、どうぞ。ありがとうございます。はい、はい。ちょっと一杯飲んでみてくださいよ。飲んでくださいよ。味聞かせてください。感想を。おいしいです。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。ちょっと一言感想を聞かせてもらっていいですか？お味の方はいかがですか？うまい。めっちゃうまい。いいリアクションありがとう。いかがでしょうか？薩摩島美人振る舞っております。いかがでしょうか？うまそうやん、うまそうやん。唐揚げ美味しそうやん。これはこの辺の鳥とかなんですか？黒薩摩鶏。これ食べ方って何かあるんですか？この味付けというか。あ、はい、いろいろあって。はい。ネギまみれがいい。なになに？ネギまみれが。ネギまみれ、ネギまみれいきます。うまい。これうまい。味はね、すんごいさっぱりしてるんですけど、非常に高い決定力がありますね。これまあ鹿児島ユナイテッドの選手で言うならば、これ藤本選手ですね。これもう間違いなく得点王ですよ。うまい。これいい。